どうも皆さん、こんにちは、ほうです。今回はベンツの警察トラックでパトロールやっていきたいと思います。車内はね、こうなってますね。さあ、メーターはちょっと連動してないみたいなんですけど、こんな感じ。後ろはね、牢屋になってましたね。まあ普通はね、これ逮捕した人を警察署まで運ぶ仕様になってると思うんですけど、これで普通にね、パトロールやっていきたいと思います。あ、この人を逮捕してくれっていうことか。いや、しかもなんか武装してて危険人物みたいですね。よーし、やっていきたいと思います。ねえ、帰りましょう。警察署の近くだね。てか警察署の裏にいるんじゃない。犯人そんなとこに潜んでるんだ。了解した。街に馴染んでてめちゃくちゃいいですね。道路もヨーロッパ仕様になってるので素晴らしい。イギリス仕様のパトカーと馴染んでる。めっちゃ。でここで展開して、さあどこにいるんだ。これ駐車場にいるのかな。よーし、じゃあちょっとね、駐車場内入っていきたいと思います。ライトをつけて。ここで合ってんの。さあ、これ開く、開かないね。この場所開かないので、降りよう相棒、気をつけて。よし、ショットガン持っていくぞ。さあどこだ。この近くにいるみたいだけど、どこにいるんだ。いるか。ここはいない。ん?どこにいるんだ?上の方かな?よし、ちょっと上に行ってみようか。特にいないよ?どこにいるんだろう?え、もしかしてさっき?あー!やっちゃった!痛い!痛かった。え、君かもしかして。え、君?君じゃない?どっち?誰?誰な?あ、いた!見つけた!え、それ?相棒が逮捕しましたね。よし、いいぞ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 。この人か。オッケー、ナイスだ、エボ。よし、オッケー。逮捕完了だ。素晴らしい。ちょっとね、運んでいきましょう。今回は警察トラックで来たので、ちょっと持ち物とかチェックした後。よし、相棒ちょっと調べといて。僕はちょっと警察トラック取ってくるわ。よし、すげえ。じゃあちょっとね、バックしまーす。うわー、なんか PCP とタイマー持ってたみたいですね。すげえ、違法な薬物持ってたぞ。ナイスだ、相棒。いいね。よーし、じゃあこの逮捕した容疑者をバンに入れたいと思います。ここ扉開いたら、あ、開くんだこれ。やった、開いた。てっきり開かないものだと思ってた。おお、ちゃんと牢屋になってる。素晴らしい。いいですね。狭いね、ちょっと。オッケー。これ窓とか一切ないから結構怖いよ。どこ走ってるかもわからないと思うし。さあ乗ってくれ。相棒行こう。警察署はすぐ近くだからね。この裏に回らないといけない。よーし、曲がりまーす。ちょっと赤信号なんですけど、ちょっと無視して。さあ到着。ここに来ました。牢屋までぶち込んでやりたいと思います。さあ君、歩くんだ。こっちだ。さあそしてこの真ん中のとこに入れておこう。で手錠もね、解除しましょう。よし、手錠を解除して。オッケー。じゃあここはね、扉閉めときます。オッケー、相棒ちゃんと閉まったね。じゃあ行こうか、パトロール再開しよう。相棒、こちらちょっとやっていきたいと思います。次はここで警報が鳴ってるみたいですね。なのでそちらまで向かいたいと思います。それでは向かいましょう。行きましょう。うわー、めっちゃ事故っちゃってるね、この車。さあちょっと赤信号をまっすぐ直進します。すごい道が綺麗だね。そして広い。素晴らしい。結構遠いぞ。時間かかりそう。これでフル加速でやってます。さーて、現場周辺に到着しました。めちゃくちゃお金持ちの地帯だね。さあこの先だね。強盗が入ってるのか、もしかしてそれともただの誤報だったのか。
どいてどいて。まっすぐ進みます。すげえ、この木の家かな。めっちゃでけえぞこの家。あ、いた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 。なになに、ここの家か。発見しました。よし、行きましょう。この人に話を聞くみたいですね。え、ここじゃないの。ここだよね。もう一個黄色の点がついてるけど、この人の家みたいですね。何か知ってますか。何もわかんないだって。後ろを向いてもらえませんか。うわー、まあやばマジか、これが強盗だったのか。嘘でしょ嘘でしょ。ちょっと待って、やべえやべえやべマジか、まさかの強盗だったわ。あ、他の警察官も来てた。あれ、どこから来たの。あ、後ろから来てたよかった、びっくりした。めちゃくちゃやられたよ僕いやー、聖望が飛んでいってしまった。なんてことだ。じゃあ拳銃回収しておこう。これはちょっと生きてるか分かんないけど、救急車呼んできます。とんでもないことになったね。いや、強盗に襲われたよ。すげえかっこいい。こっちもイギリス仕様で、前の車もイギリス仕様で、めっちゃロスサントスがイギリス仕様になってるね。ダメだったみたいですね、やっぱ。こちらの人はね、死んじゃったみたいで。あー、救急車がもうめちゃくちゃしてる。ちょっと待ってあー、僕の車にぶつかっちゃってね。ちょっとこの死体からちょっとなんか物をね、調べてみたいと思います。何か持ってないか。そうするとナイフ持ってた。拳銃以外にもナイフまで所持してるという。検視官も到着。よし、遺体の処理も終わりました。ちょっとこの血とかもね、全部きれいにしたいんだけどね、それはちょっとできないので。めっちゃ血だらけになってるけどね。 OK、 じゃあ相棒行こう。パトロール再開しよう。さあ行きたいと思います。現場が夜だったらこんな感じになってる。おお、いいね。よし、じゃあ行きましょう。あ、なるほど、銀行の外に怪しいやつがいるっていうことで通報が来てるみたいですね。よし、そちらに向かおう。なんかこの街並みとめちゃくちゃ合わない。すごいマッチしてると思う。素晴らしいね。なんか夜は LED がめちゃくちゃ綺麗だね。特に前の LED がすごく光ってる。うわ、ドラ猫がいたよさっき。銀行ってどこなんだろうね。あの一番でかい銀行かな。さあ真夜中になってしまいましたけど、保安官がパトロールしてたね今。さあここは右に曲がります。ちょっとずっとなんかなんだ、ウインカーがつきっぱなしだったかもしれない。ちょっとね、消し忘れることが多いんでね。さあここですね。怪しい人物が立ってるということで、銀行強盗でも企んでんのか。到着。どこにいるんだ。別に外にはいないね。もしかして銀行内に入ってんのか。ちょっと行きますか。ちょっとライトをつけて行こう。向かいましょう。銀行はまだ開いてる時間なんだね。 OK、 いいぞ。うん、君か、君ですか、あなたですか、大丈夫ですか。こんにちは。ちょっとあんま近づきすぎるとなんか撃たれそう。なんか持ってんのかな武器。何が起こったのこれ。ここはプライベートの場所なんで、今すぐ立ち去ってください。私は、お客様なのよ。勘違いしないでよ。もう一度言います。今すぐ立ち去ってください。なんだこれ撃ってしまった。いや、君がなんか変なもん出そうとするから悪いんだよ。何を思ってたんだ今。細胞に怪我はなくてね、よかったですね。てかもう、銀行なんか閉まってるよね。誰もいないもんね。何勝手に銀行内に入ってんのこの人。銀行強盗しようとしてたんかこれ。
おお、救急車到着したぞ。めちゃくちゃ綺麗だねこの車体。なんか近くでね爆発物を見つけたということで、ちょっと向かってみたいと思います。相棒、そっちに向かおう。爆弾見つけたらしいよ。やばくない？よし、向かいたいと思います。爆弾発見したので向かいます。めっちゃ綺麗だねロスサントスが。これって武器屋さんのとこみたいだね。武器屋のおっちゃんがなんかできないの？爆弾解除とか。さあ着いたよ。ここだよね。すげえ、めっちゃ近くだね。どこにあるの爆弾？わかんないですね。ちょっと爆弾が、なんだこれ、なんか誰君か。うわーやばい、こっちに来たぞ。なんだこれ、えこの人誰？あーなんかバッグあるね。これ爆弾っぽいね。相棒どうしよう。爆弾解除するスキルなんて持ってないよ。爆弾らしきものを見つけたんです。スワットチーム呼んどこう。これはやべえ、すげえもん見つけてしまった。君早く立ち去りなさい、ここにいたら危ないよ。なんだこれ、短パンか。待てー、やっぱり待つんだ。君怪しすぎるからちょっと待っといて。爆弾現場に来たのでちょっと待って、この人取り調べといて。 ID をちょっとチェックして、ね、取り調べしてもらっときましょうと思ったら逃げてる。うわーうわー、襲ってきた、マジか。ちょっと待って、襲ってきたぞこれ。やばい、いや死んだ、大丈夫、オッケー死んだ。すげえ、めっちゃ切られたよ。とんでもねえな、本当に驚きなんですけど。やっぱ君は犯人だったのか。この爆弾の犯人かもしれませんね。ちょっと車の中も爆弾入ってるかもしれないぞこれ。さあスワットに来てもらってよかったね。ということでヘロインが入ってた。ブリーフケースの中に大量のヘロインだって。薬物を持ってました。これってやっぱ僕がさマジか、これってやっぱ僕がなんかやらないといけないんだね。よし頑張ります。これ絶対爆弾だよね、どう見たって爆弾があるんだけど。ここにで黄色か赤か黒のワイヤーを切りなさいみたいになってるんですけど、まず赤から切ってみますか。赤切ってみよう。ん？これで OK？ おー大丈夫だったみたい。あとは黄色か黒かだって。まあ黄色切ってみた。あ、最後はね黒のワイヤーを切るらしい。これ本当に大丈夫だよね、爆発しないよね。え？爆発する、逃げて爆発した相棒あーなんてことだ、ちょっと待って救急車呼ぼう。すげえ爆発したなんてことだ、とんでもないことになっちゃった。ちょっと相棒をなんとか手当てしよう。ちょ時間帯を少し変更してみます。相棒がやられたー、なんてことだ。救急車到着ですね、早く相棒を見て。あ、ダメだ、なぬ死んでることになってるぞ。まあ、救急隊員に見てもらったらちょっと変わるかもしれないけどね。めっちゃ爆発したね。うわーやべー、こんなことになっちゃったよ。あー看板が吹っ飛んだ大丈夫ですか何ともなかったみたいなよかったそうっすか。あ、スワット隊員はね生き返ったね。その防弾チョッキの効果すごいね、あの爆発でも耐えたぞ、素晴らしい。さすがスワットの防弾チョッキ。相棒の治療に当たってます。生き返ることができるのか、それとも検視官に回収されるのが先なのか。ダメだ、死んでた、やっぱり無理だったのだ、ショック。ということで新しい相棒がね来たので、ちょっとねパトロール再開したいと思います。よし相棒行こう。なんかね今度はお金を払わない人がいるらしくて、それのね対処に向かいたいと思います。あーやばい、すごい雨が降ってきた。
最悪な天候になってしまったね。なんてことだ。うわー、泥だらけになってるパトカーが。よし、曲がろう。この上か。めっちゃ激しい雨だ。あ、ここか、お店っていうのは。すげえ、こんないいレストランだね。電車を改造してるんだよね。すげえ、こんなとこで食べてみたい。さあ、到着でーす。ずいぶん濡れちゃってるけど大丈夫？風邪ひくよ、もうそんなとこいたら。あー、すいません。どれどれどれ。え、誰が誰なんだろう、わかんないけど。すごい雨だ。これちょっと店の中で話しません？これはひどい雨ですよ。え、君か？この人がなんか通報者みたいですかね。え、誰が通報者？あ、なんかお金払わないんじゃなくて、なんか公共の場で酒を飲んでたっていうことですね。ロスサントスでは酒を飲むのはね、ダメなんです、公共の場で。それは違法ですよ。わかりました、だって、まあ、名前だけはね、ちょっとチェックしておきたいと思います。すげえ雨だ。まあ逮捕状とかないですね、特に。じゃあこの人はね、もう家に帰ってもらいましょう。あ、待って、ちょっと待って、その前にあれだ。罰金のやつだ。家返す前に罰金書かないとダメだ。これですよね、確か。これですね。ちょっと待って、罰金書いたからそれ渡さないとダメ。おし、この紙ですね。これは裁判所で支払ってもらわなくちゃいけません。 OK、 これでいいよ。もうびっしょ濡れー、すげえ濡れた。ったタクシー来るまで入っといたらどうですか。お、入るみたいですね。やっぱ濡れんのは嫌だわみたいな感じで。入ったね。タクシー来るの遅いと思うよ。よし、いいね。相棒も入っとこう。これ濡れる。あー、タクシーどこいるんですかね。全然来ないですね。ん？こっち側にいるの。あー、いた。これか、タクシー、もしかして。え、何やってんの、道に迷ってんの、もしかして。それっぽいね、道に迷ってんじゃない。あ、タクシー道に迷ってることを気づいてこっち側に来ましたね。オッケー、よかった。こっちです。どこかな。あ、いたいたいた、タクシー来たね。オッケー、到着。はい、降りて。タクシー来たよ。降りた降りた。オッケー、タクシーに帰るみたいですね。よし、いいね。じゃあ我々も警察署に帰りますか。よし、帰ろう。すげえ雨だ。雨の後ってめちゃくちゃ綺麗だよね。水たまりがえげつないほど綺麗。素晴らしいですね。最高。そしてなんと夜にしてみた感じはこうなります。いや、いいね。すげえ、めちゃくちゃ綺麗。おお、この時間帯とかすごくいいね。最高ですね。めっちゃ綺麗。さあ、ということで警察署に到着しました。え、なんか雨で綺麗になってるね、車体が。逆に綺麗になった。それではチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。